明けましておめでとうございます。前向き人生相談、今年もよろしくお願いいたします。年の初めですと、何かまた今年何か始めようと、毎回テーマを持つんですが、皆さんもお持ちでしょうか。人間ってですね、普段生きているとこう右に例えばこう傾いてきますよね。こうやって傾いてくると、これが楽な姿勢になるんですよ。とだんだんこっちに曲げるのは楽になるんだけど、こっちに戻すのはきつくなる。これ精神も全く同じなんです。と自分がこっち側に行ってるなと思ったらば、ちょっとこっち側に無理して左に行ってみるかっていう動きをするといいんですが、まあ、何が言いたいかっていうと、何か苦手なことだとか、これからやったことないこと、新しいこと、そんなものに今年何か1個だけ挑戦してみようかなと。2個3個は考えない方がいいと思います。そうするとちょっとこっち側に移っていく。これ10年経つとこうなっていく。それがこっち側に行かせようと思うと、少し今度こっち側に行き過ぎたら、こうやって今度右に行こうかと。そんなことを毎年調整するために、今年は苦手なことをしようと。例えばですね、苦手な上司がいる、その人に今年は自分から意図的に近づいていこうとか、まあ、やったことない苦手だと思うことに挑戦してみるとか。私はですね、今年とうとうですね、ガラケーからスマホデビュー。もう絶対に俺いらないって言ってたんですよ。もう電話もしないし、人と連絡取るの嫌いだし。なんですが、今年また新しい挑戦で高級民泊っていうのを始めようということで、宣伝するのにインスタをすべきだろうと。そのインスタっていうのはこのガラケーでできるのかと聞いたところスマホを持てと。スマホはどうしたら手にも入れられるんだと、買いに行けばいいんだと、というような形で何度か買いまして、まだ全く使えない状態で、なんとか LINE でうちのかみさんと、これから帰る、これからがこう、ラララレレレだから、レレレレこれかかラという感じで打ってる最中なんですが、話長くなってすいません。なぜ民泊をやるのかなんですが、私ここ20〜30年ですね、まあ20年ちょっとかな、部下と触れ合うか、気の合った仲間と触れ合う、そんなことばかり続けておりまして、気を使って人と触れ合うっていうことを全くしてないなと。こんな風になっちゃってんじゃないかなと。接客というのを昔、若い金のない頃、中華料理店の店長とかしてたんですが、全くやっておりませんで、なんかお客様に気を使うっていう、曲げてみようかなとっていう部分で、民泊をして、コンシェルジェとして気を使ってみるというのを今年テーマでやってみようと。そのためにはお客様が来てくんなきゃなんない、じゃあインスタをしなきゃいけないという流れでスマホに行ったわけなんですが、まあ、こんなことを年を取って63になりましたが、また64、新しい自分を開発しようと思う気持ちが大切なんじゃないのかなと。皆様はまだまだお若いと思いますので、こっちからちょっと苦手なことに挑戦するっていうのを、これから立てていただいて挑戦していただけると幸いでございます。それでは、ちょっと練習してみます。ごきげんよう、鈴木様、お待ちしておりました。早速、3階の、リビングルームにご案内させていただきます。お荷物お持ちいたしましょう。こちらでございます。どうぞ。足元段差がございますのでご注意ください。そこね、振っちゃダメなんだよ。これはフェードアウトして声だけが残るっていう、お前はエース分かってないなというオチがついたところで、本年もよろしくお願いいたします。収入アップは必要？僕はしたいです。なんで？今だと本当にギリギリなんですよ。なんでみんな収入収入っていうのかなと、はい、そんなことよりも自分が楽しいと思う人生はお金よりもどういう役に立った仕事をしてるとか、はい、お金がなくても楽しむことはいくらでもできますし、はい、生活保護でも20万だとかやっぱりないとできないって言うんだけど、それってどこを基準にして生きれる生きれないって言ってるのかなと。その概念の部分で、はい、金儲けが得意じゃない人は
金というものがそんな価値のあるもんじゃないという価値観を持っちゃった方が幸せになれると思うんだよな。なんでこんなことを言うのかっていうと、ここに書いてあるなんか今マルチ商法にはまろうとしてるっていう、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。西川さんは43歳で、はい、足が悪い、はい、今も歩いてても不便そうでしたよね、はい、だんだん悪くなってきてるんですか。いや、自分はそんな自覚はないんですけども、はい、まあもう生まれた時からこんな感じで、はい、まあ当然年とともに体も硬くなってくるんで、はいはいはい、やっぱりこう立ちし、ずっと立ち仕事であったり、はいはい、まあ今はまだ動き仕事ができるんですけども、はい、まあ今後この仕事を正直ちょっと続けられないなっていうところで、はい、まあ自分にできることって本当にスキルが全くないもんですから、はい、それでまあどう自分にとって今これからまあやっていくにつれてどういったことが自分に向いてて、まあこれからもっともっとこう収入をアップできるかなと思って今ずっといろいろ考えてるんですけども、はいはい、収入アップは必要、僕はしたいです。なんで今だと本当にギリギリなんですよ。俺はすごくそこ疑問に感じるんだけど、はい、ご家族いらっしゃるんですか。いえ、一人です。一人、はい、この後その予定はあります。ご結婚の予定は今のところないです。ご結婚は希望されます。まだちょっと僕は今そこまで考えれない。はい、はい、10万で生きていけるよなっていう。家賃タダみたいなところに住んで、それで3食食べて生きていくだけであるならば、10万でも生きていける。なんでみんなその拝金主義的にね、よりお金がなければ幸せじゃないっていう。それで言ったら僕の経験で言うと、年収1億ぐらいになるとお金では困らない、はい、なんだけど、はい、俺の経験で言うと2000万円台ぐらいの方々が一番金に苦労してるかなと、はい、それなりの家庭を持って子供を私学に行かせて、はい、高層マンションに住んで、はい、外車に乗ってっていうような生活を見えでしなしゃならない、はい、そのためには2000万ぐらいだとすぐに亡くなってしまう、はい、なんでお金のことをいつも気にしながら生きてる、はい、俺はその人たちをかわいそうになると思って見てるんだけど、はい、よっぽど金がなかった時の俺の方が精神的には裕福だったわと金があったらとりあえずパチンコ行っちゃえ、全部なくなったなんとかなるさみたいな生き方してた。要は金に縛られてなかったっていう、はい、でその借金で全然金のないところから、はい、会社がこの会社が当たって、はい、こう伸びていくで1億超えるところまで行くんだけども、はい、そこで1億を超えると、はい、まあ、税金半分払っても、はい、まあ、好きにお金を使っても金が残っていくっていう部分で、はい、お金を考えずに生活できる、はい、ただ僕の場合には生活水準を上げる気なかったもんで、はい、そんな経営者なんかいつどうなるか分かんない、はい、12万の借家に住んでたんですが、はい、そこから移す気もなかったですし、はい、現金が貯まって現金で買える家っていうので、はい、立川にちっちゃな家住んでるんですが、はい、っていうところに未だに住んでまして、はい、で子供は別に小中と普通のところ行かしてますし、はい、普通の生活で水準を上げない、はい、上げるとリスクが生まれる、はい、で別に不便は感じない、はい、みんなところに住みたいとも思わないし、はい、っていう自分からすると、はい、なんでみんな収入収入っていうのかなと、はい、そんなことよりも自分が楽しいと思う人生はお金よりもどういう役に立った仕事をしてるとか、はい、お金がなくても楽しむことはいくらでもできますし、はい、で今の世の中本当に安く食べ物も食べれるし、はい、美味しいものも食べれる、はい、未だに僕はスシロー行って、はい、スシローはなんて安くてうまいんだろうっていう、はい、銀座の寿司屋にも行きますよ、はい、人を連れて行く時は、はい、でも俺個人の時にはスシローが好きで、はい、素晴らしい国だなと思うんだけど、はい、十分1000円も払えば、はい、お腹いっぱい食べれる、はい、
それで言うと地方に住んで、はい、あのその町がタダで貸してくれる家とかあるじゃないですか、はい、そういうとこ住んで、はい、そこで例えばな農家さんの手伝いをするとか、はい、なんかそういうなんか雑用とかあるだろうし、はい、そういうので働けば10万ぐらいもらえる、はい、さらに言うと農家さんが野菜とかタダでくれる、はい、それで役に立ってて助かるわみたいな生き方あってもいいと思うけどなと、はい、家庭を持ったらまた別の話になってきますけど、はい、という価値観を変えてしまうっていう、はい、で何かっていうとそのお金を稼ぐのが上手い人っていっぱいいる、はい、俺もそのうちの一人だったらしいんだけども、はい、僕はもともとものづくりとして、はい、その人が喜ぶ作品を作りたい、はい、それでお金が食っていければいい、はい、っていうのから始まって、はい、そこで本当給料安かったけども、はい、視聴率がいっぱい取れればお腹いっぱいみたいな、はいはい、伊藤に褒められれば嬉しいみたいなようなことをしていく、はい、ただその中でいながら、はい、どうも作ってる人間よりもそれを放送している局の方が儲かるなと、はい、ああ権利なんだと、あで農業の第一産業よりも第二産業 の, あの工場の方が儲かるし、はい、それよりも第三産業のサービス業が儲かるし、はい、もっと言うとそういう産業でなく金融だとか今 IT、はい、そういう直接お客様にって触れ合わないようなところが儲かるっていうような仕組みになっていく、はい、と儲けようと思うと純粋に人を喜ばせるというよりもは、はい、何かうまく頭を使ってどうすると儲かるっていう人間がどうも儲かったように見える、はい、俺そっちの人間になりたくないんだよなと、なんでものづくりを応援しようと思ってそういうあの会社作ったりとかしてやってるんですが、でそいつらの流通の人間に金取られないように自分で流通作ってと、より制作者が儲かるような仕組みを作ってきたっていうのがこの会社なんですが、はい、で何をしてるかっていうと制作しかできないやつらが金持ちになる仕組みを作ってやろうと、はい、うちのグループに入っていいものさえ作ってればできるだけ中抜きされないようにしてあげるよという形で何人もの人間が不器用な人間が金持ちに俺の前でなったっていうのが自分のプライドなんですが、それは結果として金持ちになるっていう部分で、自分が生かせられ自分の才能を生かして、はい、で人を喜ばして生きてれば、はい、生きれる金額もらえばそれで十分かなと、はい、った時に生活保護でも20万だとかやっぱりないとできないって言うんだけど、それってどこを基準にして生きれる生きれないって言ってるのかなと、うん、その概念の部分で、はい、金も儲けが得意じゃない人は金というものがそんな価値のあるもんじゃないという価値観を持っちゃった方が幸せになれると思うんだよなと、うん、なんでこんなことを言うのかっていうと、ここに書いてあるなんか今マルチ商法にはまろうとしてるっていう、ね、マルチ商法っていうのは頭のいいやつが人を損させてでも自分が儲けたいっていうことを考えた商売だよね、もともとはと。もちろんブラックとブラックじゃないのがあるのかもしれないけども、でも知らないんだけどネズミ講って昔は言ってたんだけども、末端に行くと儲かんない、上の方は儲かる、どこかで破局が生まれる、でもここのトップにいれば俺たち儲かる、でいよいよ行き詰まったら潰して次やればいいんだっていう器用な人たちに対して、西川さんは器用じゃない人生を歩んできた、はい、でそこでそういう人たちを見て羨ましいと思う、少しでも近づこうとする、無理だよっていう人は平等じゃないですから、経験してきましたよね、はい、俺アダルトビデオ屋だっていうだけで銀行が金貸してくれないんですよ。いや俺法に触れてませんよと、いやアダルトビデオはダメですと、100億の売り上げになっても上場はさせられませんと、俺個人で海外の口座を持とうと思ったらあんたはダメですとか、高級会員なんとかっていうのに入らないかっていうから、じゃあ何度も営業かけてくるんで、じゃあ入ってみるかって言ったら審査通りませんでしたとかうん、しょうがないな、 AV 屋はそうなんだと、うん、なんかいろんなものを平等にって言ってジェンダーだなんとかだって言ってるんだけど、 AV 屋だけは誰も逆らえてくれない平等に与えてくれるとしなくてっていうようなので、別にそれはそれで、まあ、そういうもんだからなと、うん、それでいい点もあれば悪い点もある、はい、まあ、いい点もいっぱい利用させてもらったんで、はい、大企業が入ってこないとか、はい、っていう部分で
まあマイナスもあるよなと、はい、全部が全部満点なんかってことはありえない、はい、そこで金儲けが得意じゃない方は違う目的を持った方が幸せになれると思ってるんですよ。なのにみんなが金金って言ってる。いやいや、50万円が100万円になったって、じゃあ急に生活が楽になったかって言ったら、その生活が上げてしまったら決して楽じゃないし、そういう価値観の部分で、はい、なんかみんなよりいいもの、いいものよりお金かかるもの高いものが幸せの基準なんだみたいな、そこを全面否定した方が手っ取り早く幸せになれるんじゃないかと思ってるんですよね。そこで得意じゃないマルチでうまくこき使われるだけだと思うけどなっていう、その感じはしない？一緒になって金持ちにさせてくれるかな。ちょっとその辺とか話してくれます？マルチのところ、うん、まあ僕正直なところ、まあ、あの怒られるかもしれないんですけど、はい、まあ、結局そのマルチも誘ってくれたのも、あの地元でうちの母親がお世話になってたあの中小企業の社長さんで、それでまあ誘ってくれて、ほんでそれでまあ僕も実は他のマルチも誘われてて、でまあ介護中が寄り合いみたいなのは行ったりして、でまあ聞いてて、あ、それこそさっき高橋さんがおっしゃったように、あ、これはネズミ講だなって思ってたんですけど、今僕が関わってる会社のは結構まだそんな会社自体は本当にちっちゃな会社で、で 社長自体ともこの間も地元へ来てくれて会って話してくれたりして、ほんで僕その社長さんも結構好きでちょっと頑張りたいなと思ったのでやってるっていう部分もあるんですけど、やっぱりそのやっぱりネット、まあ、言葉うまく言えばネットワークビジネスなんで、やっぱりビジネスってついてる以上はやっぱりそんな甘くはなくて、やっぱりこうなかなか自分に、やっぱりさっき高橋さんがちょこちょこおっしゃってるように、やっぱりスキルがないから、やっぱり あなたに価値ないんだよって言われてしまって。ただまあそこまでなんですけども、自分にもっとそれこそ本当に価値があれば、多分こうじゃあ一緒にやろうかって言ってくれる人も出てくるのかもしれないんですけども、ちょっと そこのところ今高橋さんの話を聞かれてて、あ、そういう生き方もあるんだっていう考えもあるんですけど、でも一度やっぱりちょっとそのお金のあるとこの世界ってちょっと見てみたいよなっていう。まあそれはすごくわかる、俺も見てみたいなと思うんで、金持った時に、はい、一食食事で5万円のする料亭だとか、はい、とりあえず経験してみようと、はい、っていうのは一通り経験した、はい、ホテルなんかも1泊50万とか、はい、そういうところに泊まったりとかしての結果、スシローがいいなっていう俺はなってるんだけども、全然その必要ないなと、自分個人的にはね、家族も含めて、はいはい、あの人と何かの時には俺が金持ちだってバレてるんで、ある程度お金使わないと喜んでくんないんで、喜ばすために高いところは抑えてあるってだけであって、ただそんなところにしょっちゅう行きたいんだったら立川なんかに住んでる必要ないし、あのもっと23区の便利な方に行くだろうし、なんだけどそんな便利さいらないなっていうのを僕はあの両方知った上で、全然こっちの方が楽しいっていう、あと好きでもない人間と仲良くしなきゃいけないっていうのが嫌だし、マルチになると多分そうなってくると思うんだけど、であるのがね、はい、西川さんにそういう話が行く、俺には来ないんですよ。俺のところに儲け話を持ってくる人間いません。あ、そうなんですか。はい、まあ昔一人いて追い返してやりましたが、はい、あのお金を投資するだけで、あのリスクなく元金保証でお金が儲かるっていうのを持ってきて、何億か投資しませんかと、俺それ聞いたのよ。それをすると僕は何の得があるんですかと。お金が儲かりますと。すいません、俺は人の役に立ってありがとうと言われて金もらうのはとっても嬉しいんだけど、俺は何をしたらいいんですか。金を出すだけだと。金が働くわけですねと。俺の出番がないじゃないですかと。俺がかっこよくないじゃないですか、はい、何にも得がないじゃないですかつったら、すごそうと帰ってきましたけど、こいつ気違いだと思ったらしくて活躍して喜ばれてお金もらうならいいけど、
活躍もしないで儲かったって嬉しくないじゃんと、これが俺の絶対の価値観なんですよっていう人間なもんで寄ってこないんですよ。組んだ証券会社とか銀行はファンドとか言ってきますよ、あんなのは大したリスクじゃないし、なんですが、なんでお金のない人に儲け話を持っていく人たちがいっぱいいるんだろうと、なんでしたら騙しやすいからです。みんなそういうのが得意でないのにいい話があるっつって儲けたいって欲、それを自分のお金で稼いできた人間はそんな話はないんだって知ってるんで乗らないんですが、要はコソ泥に入るならば大豪邸に入るよりも鍵のかかってないような貧乏なアパートの方が確実にリスクなく盗める。それを100軒回ればいいんだと。1軒をセコムでバリバリに警備されているところよりもはるかに確率がいいっていう考え方で、豪邸にはなかなか泥棒入んないんですが、という論理は広く考えるとあるんです。もちろん例外もあると思います、はい、そんなことよりもそっちに行ったって、はい、じゃあちょっと金儲けだって逆に言うとそれでいい生活したら落ちた時に辛いよまた、そうじゃなく違う価値観を持ってしまうのが一番簡単に幸せになる方法だっていう、俺はたまたま金持ちましたけども未だに金なかった時の方が楽しいなっていう、いろんなこと考えなきゃいけないんですよ。社員のこと考えたり、はい、業界のこと考えたり、はい、その責任があるんで、はい、力を持つっていいことばっかりじゃない、うん、お金を持つってことも力のうちの一つで、うん、ないことによって自由に生きれるっていう価値観もある、うん、僕はたまたま選ばれてしまってそっち側に来たんでその責任を負おうっていう部分でやってましたが、うん、でも続けてればもっともっと金が入ってくるんですが、うん、俺はその責任がやっぱり辛かったもんで10年も経たずに俺辞めていいって辞めさせてもらうっていう、もっと気楽に行きたいっていうっていう人間なもんで、もっと言うと西川さんのように俺は家族もいなくてなんかそれこそ失礼な言い方なんですがその日暮らしの時は俺は嫌いじゃなかったっていう。やべえな、なんか早く金稼がないと明日食えなくなっちまうぞみたいな、なんか自然に生きてた感じ、うんうん、それでもちゃんとバイトに行けば金もらうととりあえず家賃払えてとりあえず飯は食えたと、まあそれを老後になったらどうなるかって問題もあるんですが、うん、そういう意味では蓄えをしなくちゃいけないっていう部分で多少の蓄えできる仕事はって思うんですが、その時に足が弱いっていう立ち仕事できないっていうとかなり制限されると思うんだけど、いくらでも逆に言うとね、俺ね椅子に座ってやる仕事できないんですよ。座ってられないんです。だから勉強もダメだったし動き回りたい。僕もそうなんですよ。そう、最初はそれこそ動画編集とか、はい、いろいろ考えたんですよ、はい、ほんで、はい、自分なりに、はい、まあ、YouTube とか見て、はい、ほんで、まあ、勉強したんですけども、はい、でももうこの年になってくると自分の性格も分かってくるんで、うんうん、じーっと考えると、うん、これは続きそうにないなと気づいて、はい、やっぱこの道じゃねえんだなと思って、はい、ほんでもちろん文章力もないし、はい、最初それこそブログでもやるかなと思ったんですけど、はい、まあ、でもやっぱお金取るまでにはまず無理だなと思って、うん、だもんでそれで僕は今 そのホテルの清掃で動き回ってる方が好きなんでやってるんですけども、はいはい、ホテルの清掃するのには足元は別に問題ないですか？まあ、今のところは動き回ってるんで。でも動き回ることによって 筋トレになるからあれですよね、キープしやすいですよね、座りっぱなしになるとどんどん弱っていっちゃいますよね。最初からお話していくと、はい、養護学校を出ている、はい、養護学校ってどういう学校なんですか？障害者がもう専門で行く学校。そこにでも健常者だったら入れてくれないでしょ？足が悪かったから入れてくれない。ほんで僕その小学校の時からなかなか勉強がついていけなくて、はい、それでまあその特殊学級というところでずっといたんです、はいはい、いたんですよ、はい、それでまあ足が悪いっていうのもあったり、まあ、その勉強がついていけないということで一応知的障害者ということで一応国からその認定を受けてて、はい、手帳はもらってるんですよ、はい、
多分それで入れたんだと思うんですよ、はい、本当は普通の学校行こうと思えば行けたのかもしれないけど、はい、でもやっぱり勉強が本当になかなかついていけなくて、はい、しんどくて、はい、でもうだんだん嫌になって、はい、やめちゃって、はい、それで 今に至るんですけども、その勉強ができない、それで体力もない、で特別なスキルもない、それで43になっているっていう部分で、俺は価値観変えるのが一番幸せになれる。あの僕はここでね、もっとお前深く、ける前の子もそうだったんですが、はい、いろんなことを経験してきて、今警備員になって、そこで給料が安いけども何にも負荷もかかんなくて、1日6時間とか8時間でそこそこのお金もらって、楽しく生きてんだけど、このままでいいでしょうかって話で、てめえもっと負荷かけろこの野郎っつって叱ってたところだったんですが、お話聞いて全く逆なんだけど、僕は負荷をかけずに、違う価値観 で自分ができる範囲で近くの人を喜ばせるという範囲 で働くことによって、その働いてる会社がありがとうと、それを継続する、でリスクなく最低限のお金はもらえる、で楽しいんだと、あとコミュニケーション的な部分で楽しい仲間がいる、それで十分じゃないかっていう価値観あっていいんじゃないのかなと、うん、実際僕もそういう価値観がベースにあるんですよ。たまたま運よく勝ってしまった、で人を僕は影響を与えていく仕事をしろということなのかなと。ただやってみた時にとってもきつい部分、わがままな人間なもんで、僕はリーダーには向いてないっていう部分があってでもやっぱり強いリーダーがいるとみんなが助かるんで、その役を一生懸命演じたんだけど、演じてるってことはやっぱりいつまでも続かないっていう部分で、うんうんうん、で会社が一番いい時に辞めさせてもらえ、辞めるって言ったら辞めさせてくれるだろうなと、うんうん、悪くなってから辞めるはできないかなと、うんうん、で辞めさせてもらって、でそこからはもう主に経済活動はしないっていう、楽しいと思うことを経済活動にならない、あんまり儲かんないみたいなことを、もうお金がある俺がボランティア的にやるべきなんじゃないかみたいなあとはそういう仕事を作ってあげることによって、自分で作れない方々に仕事を与えていくっていう、そういう役を演じようっていう、それも60過ぎて辛くなっちゃいまして、うん、自分一人で働きたいっていう部分で、うん、民泊の相手もやるかっつって民泊を今作ってる最中なんだけど、要はそっちも選べる権利があった時に、決してそっち側が絶対にいいもんじゃなかったなと、うん、そのあともう一個あるのが、精神の自由がとっても健康になってる、うん、やなんで会社辞めちゃうっていう創業者が辞めちゃう男なんですよそれでより儲けなきゃいけないっていう、もうノルマが嫌だから、うん、儲かんなくてもいいって仕事をやろうと、赤字でもいいからみたいなようなことやる、そういうようなのってすごく多分世の中の一般の大人からすると自由に生きてる男だと思うんですが、うん、その結果精神がとっても楽なもんで、うん、きついこともあるんですが、うん、自分で望んでることなんで、うん、だからストレスにならないんですよ、うん、その結果体がどこも悪くならない、健康診断を受けると全部数値がいいって言われる、決して健康オタクでも何でもないんだけど、ああ多分ストレスなんだろうなと、うん、無駄にみんな今の社会人ってストレス抱えて、それで健康悪くする、ここにそのある程度の仕事いくつか持ってないと不安だみたいなこと書いてあったんですが、一番重要なのはいつまでも働ける体でいること、健康であること、これさえあれば日本は職はありますから、ただ働けば食っていける、で今の時代は70過ぎても働かないといけないっていう、そういう社会になってきてるということは、健康であるならば仕事はもらえる、だから健康であり続けるという財産だけは守るんだと、そのためにはどう生きたらいいかっていうと、無駄な負荷はかけない方がいいっていう、で不得意なことはやんない方がいいっていう、で経済の世界って俺が嫌だと思ったのが、例えば株一つ取ってもそうなんですが、誰かが損した分誰かが儲かるんですよ、みんなで儲かるはないんですよ、そういう仕組みなんですよ。そんな世界で生き残れるのはほんの一部であって、あと自分の思い通りに生きてる人間なんて、
大谷君だって多分自分の思い通りに生きてないって言うだろうしこんなもんじゃないって言ってるじゃないですかあの三冠王を取って最多勝を取んないと多分気が済まないっていうでそこまでは多分彼は辛いはずなんですよ、うん、っていう部分でキリがないんですよ見たら、うん、ただ自分はどうして生まれてきて自分が与えられた才能をとりあえず使い切っていろんな方にはいろいろとお世話になったけどもいろんな方にもありがとうも言ってもらえたとまあぼちぼちの人生かと余力があれば神さんを持つ余力があれば子供を育てるそれも与えられるもんだと思って自分で計画立てられるもんじゃないなと、うん、っていう部分でその自分の西川さんの人生を独自に作っていく人様の価値観に従うんじゃなくて、うん、人様の価値観に従ったら東大出てるやつやあんな大谷君みたいな野球がうまいやつに勝てないっすよ、うん、どんなに頑張ったってじゃない幸せはあるっていう、うん、僕は歴史小説が好きなもんで、うん、とまあ大体が武士が主人公になっていくんですが、はい、その陰に商売人や農家が出てくるんですけども、はいはい、じゃあその農家さんたちの価値観って何なのかっていう生き残ることなんだと、うん、子供を育てて生き残って家を絶やさないとだから戦争があれば逃げて回ると、はい、武士は死んだとしても戦いに勝つっていうことを望むみたいな、はい、それぞれの価値観がある、はいで商売人は戦争があるようなどう儲けるかみたいなっていうものがあったんだけど今はみんながビジネスでどうやればお金が取れるかっていうに偏りすぎてるよなと、うん、もっと言うならば例えば私申し訳ないんだけども、はい、その養護学校に行くぐらいのその知能指数しかないとかそういう部分でそこでちゃんと給料をもらって働いてそれこそ生活保護を受けようと思えば僕は働けないんですって言ってもらってる人もいると思うんですよそうじゃないちゃんと自立して税金も払って働いて生きているっていうのをプライドを持つという価値観でお金じゃないただお金がないと人様に迷惑かけてしまうんで最低限のお金を稼ぐ部分で、で真面目に働いてたら普通に生きていけるよねとで駅から20分ぐらい離れればアパートも安いしもっと運がいいのが地方行くと住んでくれ住んでくれって言ってるとこがあるそういうとこに行けばただでもいいそれこそ東北方面行ったら人口が一人増えるだけで喜んでくれるでそこで仕事がないかって言ったら選ばなきゃ必ずある、うんそうですね、逆の発想でその立ち仕事がいいんだ動く仕事がいいんだっていう動くことによってそこで活性化されて動くようになっていくっていうのもあるだろうしとあるんですよいくらでもという発想を持たれたらどうなのかなと、うん、で絶対にその社長さんは住む世界の違う人ですよ、うん、うん申し訳ないんだけど西川さん負荷かけない方がいいんじゃないっていうどうもありがとうございました貴重な時間恐れます茨城の豊かな大地で育まれた糖度が高いさつまいも紅はるかそれを桜島溶岩石で丁寧に焼きますそしてミネラル分が豊富なフランス産ロレーヌ岩塩を使用した塩水にくぐらせて焼く二度焼きにより中と皮までほのかな塩味を染み込ませますこれによりねっとりとした高糖度のお芋にほのかな塩気がベストマッチし焼き芋の概念を覆す衝撃の食感と甘さを持つ塩焼き芋が誕生しましたご購入の際は検索サイトにて農家の台所通販または農家の台所ウェブショップを検索農家の台所通販サイトでお買い求めください。